buenas noches, Coraque Hall!今シリーズの俺のテーマは武士、そして真田の気持ちを確かめること。高木慎吾のどんどん前へ前へ出ていく姿勢を見て俺は悔しかったよ。二人も俺と同じような気持ちがあるんなら俺たちもそろそろ動き出そうぜ。なあ武士、悔しい気持ちがあるんだろ。なら俺たち3人でネバー無差別級6人タッグ王座への挑戦どうだ。なあ真田、悔しい気持ちがあるんなら俺たち3人でネバー無差別級6人タッグ王座のベルト狙いに行こうぜ。サムアップしていった。ではでは内藤、武士、真田でネバー無差別級6人タッグ王座に挑戦させていただきますよ。おい石井、お石井、いや石井は今日会場に来てないか、後編の会場。じゃあしょうがないから、カードが組まれていない石井の名前を挙げました。よしよし、いいからちょっと出てこいよ。出てこれるか。しかもセリフ、いいからって言われるとね、これは我もまたない。屈辱的ですよね。んだろ、さっさと出てこいよ。戦いを終えた後にチャンピオンチームを呼びつけるというこの内藤のマイク。後藤も来んじゃないか。ああ黙っていられないでしょうね。来るか。来た。ベルトを持って出てきた。どうぞお入りください。どうぞどうぞ。ちょっと時間がないんでね、早くしてもらえますか。ノートランキーロ、焦った方がいいぜ。よしよし、俺と武士と真田でそのネバー無差別級6人タッグ王座に挑戦させてもらうよ。我々3人の挑戦を受けるのか、それとも受けないのか、よしよしの答えを聞かせてくれよ。さあよしよし、内藤に鋭い視線をぶつけて今置かれたマイクを手にします。おーおーおー、ここで武士が襲撃。悪いやつだな。悪いね。チャンピオンへの挑戦表明、一気に襲撃の舞台に変わった。だから一人しか呼ばなかったのか。後藤が来た、後藤が来た、後藤が来た、後藤が来た。吉安の棒を持って後藤が来た。おい危ないよあいつ、なんだよ棒持ってきて。吉橋のあのだから奪い返したというあの棒を持って、棒とともに後藤が入ってきました。いやーこれはチャンピオン、このベルトを持つチームに対して、おお後藤もなんか変なスイッチ入ってるぞあいつ。武術家っぽい感じ今。そして内藤、そして真田、武士が、おいお前ら安心しろ、やってやるよ。放送席では高木選手が立ち上がった。そして
ネーバー6人のベルト簡単に取れるもんなら取ってみろよ。おい石井さん、今日いねえけど必ず来いよ、てめえらみんなぶっ殺してやるって、石井さんもきっとやる気だろう、よし絶対やってやるぜ。あの人見てると思うから今日、あの人が言わねばなく、俺たちはいつでも言ってあるよ、それだけだ。おい覚悟しておけ、そう簡単にな。おいこのメールぞ持っていけると思うな、この野郎。あいつら絶対に怒らしちゃいけねえものを怒らしたんだよ。今リング上で俺たち3人の意志は固まった。ネーバーもそびつき6人タックルベルトに挑戦する。チャンピオンチームもさっき言ったよ、 OK だ、やってやるってね。日にちはお任せするよ。勢いがあるのは高木慎吾だけじゃないってのを俺たち3人で結果として見せないといけないからね。よしよしのマイク聞いた？俺たちの挑戦を受けてくれるんだってさ。これで決定だね。ところでよしよしは昨日39歳の誕生日を迎えたらしいね。フェリスクンプレアニオス、誕生日おめでとうございます。最後の行動は我々ロス・インゴベル・ナーブレス・デ・ハポンからの誕生日プレゼントだよ。さあネバー無差別級6人タッグ王座戦、一体いつやる？6月1日の後楽園ホール、6月2日の後楽園ホール、6月4日の大田区総合体育館、それとも6月6日大阪城ホール。やるタイミングは彼らにお任せするよ。好きなタイミングをじっくり考えて選んでくれよ、カブラン。俺はもうすでにネバー第1回目の防衛戦をイメージしてコンディション整えておくよ。